相変わらず斬新なアングルですね、これね。野田塾の由来。野田塾は、旧佐渡街道の狛江市小学校脇を起点とする、伊香保街道の宿場であり、宿の始まりの付近で三国街道が交差している。街道は坂東33関の札所巡りの順路として、また、伊香保への入湯の道として、中世の頃から多くの旅人が往来していた。ここが宿場として発足したのは、街道の整備が進んだ江戸初期の頃と言われている。旅人のために設けられた野田塾は、森竹が本陣で宿場の中央に位置し、その上手を上町、下手を下町と呼び、さらに下手の神殿は、後になって、宿に加えられた。宿場は武家のための本陣をはじめ、旅、旅小屋、問屋、雑貨屋、酒屋、国屋、籠屋など、多くの店が軒を並べ、学問所や芝居小屋もあった。これらの名残は宿場制度がなくなり、一世紀以上経った今日でも屋号として残されている。東西に延びる宿通りの北側を町裏、南側を町南と呼び、王冠に沿って流れる用水堰は水量が豊富で、米幕の月引きに車屋と呼ばれる水車が4カ所ほどあり、用水は他にも灌漑、防火、雑用水、牛馬の飲み水など幅広く利用された。通りに立つ家並みの外には幅2メートルほどの通り、ぬすっと道が作られ、それにも用水路があり、合計3筋の道や水路があった。通りには土砂の流出を防ぐため、亀腹、石を平らに並べた亀の腹、覆面用の土留めが作られていた。繁栄していた野田塾も、幕末から明治にかけての世の移り変わりとともに、旅の形態も変わり、次第に宿場も移され、やがてその役割を終えることになったのである。なるほど。そういうことですか。こちらにはね、野田塾の案内図です。現在地はね、ここなんですよ。で、こう来てね。ずーっと上に行くんですね。ここ本陣ね。森田さんち。ここ考察場ありましたよね。そして、右行くとね、水沢観音。まっすぐ行くと船尾滝。朝が二つだけ相馬山。伊香保温泉方向ね。はい、野田塾案内図でした。野田塾に来ています。こちらね、緩やかなね、上りになっている県道15号線です。左へ行くとね、伊香保です。伊香保街道野田塾です。車屋さんですね。昔のね、家業っていうかな、それがね、看板になって出ているという。上宿。旅小屋さんかな。松屋さん。塩。そして、上州野田塾、旅屋さん、元屋さん。そしてね、こちらの一角ね、こっちはもうソーラーパネルが、この枯れてしまった切り株の横ね、七福神の中の
米俵、打ち出の小槌といえば大黒天。隣にもね、まあ、隣の人の台座はね、まあ、ちゃんとしたね、まあ右から読むんですよ。木の絵ね、まあ、木の絵ねの文字がありますね。ここら辺の真ん中のあれは何だろうね。まあ、蛇なのかな。まあ、ちょっとわかりませんね。こちらの大黒様は石の上。まあ、石の上にも3年っていうからいいんじゃないかな。はい。こちらがね、野田塾の大黒天様でした。野田塾です。県道15号線です。まあ、先ほどの大黒様がここの右側にいます。伊香保街道のね、上宿、まんじゅう屋、車屋、まあ、何かちょっとしたものありそうですね。ずいぶん大きなお屋敷ですね。まあ、ここの部分がね、まあ、考察場って読みますよ。神馬引き継ぎ所。木。天保7年8月18日。高野町へ、まあ、ここにて、伊香保までの行程を図る。157畳5尺低き。もうすぐビートロの竿を立て測る。と、里又梅氏、森田重兼の、これを日記に記す。後、長英、その著、夢物語、幕府の火に触れ、禁獄せらる。まあ、甲賀元年4月、火災に乗じ、逃げて帰らず。江戸市中に潜伏、また、まあ、逃れて、野田にいたり、しばらく森田原、原沢両家に隠るという。まあ、確かにね、高野長英さん、こっちはね、逃げてきましたね。国村のね、まあ、誰だったっけ、もう忘れちゃった。幕末の志士詩人、両川正源、若き時、柏木義女帝に従い、まあ、ここに、これに泊まることを久し。後、その名天下に現るるや、まあ、梅園、森田秋信を喜び、若を演じてこれに送る。まあ、正源、また詩を作り持って、こたうという。まあそういったね、幕末の、まあ詩人ですとか、まあ詩人とかね、そういった交流もあったんですね。まあ考察場だからね、まあ、一応、なんていうかお尋ね者としてね、まあこういったところにね、まあ高野長英さんとか入り出されちゃったと思いますけどね。はい。こういった場所がございました。すごいね。